はい、こんにちは、116インズです。レギュラーシーズンも残り数試合、来週からはいよいよプレイオフも始まりますね。本当に今シーズン60試合しかなかったので、シーズンあっという間に終わってしまったなという印象がありますが、今日はですね、新人王争いについて話していきたいなと思っています。新人王、別名ジャッキー・ロビンソン賞とも呼ばれている賞なんですが、これは史上初めての新人王がジャッキー・ロビンソンだったということに由来しているんですが、その名の通り最も活躍した新人選手に贈られる賞となっています。新人選手の定義は MLB で通算130打席かまたは50投球回未満の選手、またはアクティブロースターの登録が45日以下の選手が新人王の受賞資格を持っている選手となります。なので MLB でのプレー自体は2年目3年目といった選手が新人王資格を持っているというケースは決して珍しくはないんですが、今回はですね、両リーグの新人王候補の選手をご紹介していきたいなと思っています。ただその前に昨年の新人王も紹介したいと思います。昨年の新人王、アメリカンリーグはアストロズのヨルダン・アルバレス、そしてナショナルリーグはメッツのピート・アロンソがそれぞれ受賞しましたが、どちらも昨年の新人王に関してはほぼこの2人だろうと言われていましたし、アルバレスについては89試合しか出場はしていないんですが、打撃成績は本当に圧倒的でしたよね。27本78打点と、普通の選手であればフルシーズンで残すような成績をたったの90試合足らずで残してしまいましたので、それは受賞するだろうなと思いますし、アロンゾについても新人記録となるシーズン53ホーマーを放ちましたので、こちらも他に候補いないだろうという感じの成績を残していましたね。なので昨年の新人王に関してはあまり迷う余地がなかったんですが、今季はですね、試合数も少なく、また突き抜けた存在がいませんので、新人王争い非常に競ったレースとなっています。ではまず AL の新人王争いから見ていこうかと思うんですが、ヒット候補として名前が挙がっている選手としてマリナーズのカイル・ルイスがいますね。昨年9月鮮烈なメジャーデビューを飾ったルイスですが、2年目となった今季も見事に昨年の活躍をフォローするようなシーズンをここまで送っています。ホームラン数はルーキートップタイ、そしてウィンズアボブリプレイスメントはルーキートップと、もはやマリナーズ打線に欠かせないような存在となった選手ですね。以前ルイスの好調ぶりを動画で取り上げたことありましたが、昨年と比べて変化球への対応が良くなりましたし、また打席でのアプローチも特に8月以降非常に良くなりましたね。昨年はほとんど選べなかったフォアボールを今年はきっちり選べていますし、また三振数についても依然として多い部類ではあるものの、昨年と比べたらその割合を減らすことができています。バッターとして昨年と比べて一つレベルが上がったなという印象がありますし、守備面に関してはセンター守備は平均以下という評価が下されていますが、ただ9月14日の満塁ホームランをキャッチしたプレーなど、非常に印象的なプレーも多いですので、記者たちの投票となる新人王争いにおいてはそういった印象面でもここまでアピールできているんじゃないのかなと思いますね。もしこのルイスが新人王に輝けば、マリナーズの選手としては2001年のイチロー選手以来となりますので、受賞に非常に期待がかかるところですね。ただこのルイスと共に新人王を争っている選手として、ホワイトソックスのルイス・ロバートがいますね。先ほどのルイスと並んでルーキーとしてホームラン数トップの11本を放っていますし、またこちらルイスと対照的にセンター守備の評価もここまで非常に高いものとなっています。トッププロスペクトでバッティング守備両方期待されていた選手ですが、それが MLB のレベルでもしっかりと発揮されていますし、何より今季ホワイトソックスが2008年以来12年ぶりのプレーオフに進出した原動力ともなったんじゃないのかなと個人的には思っています。ただ9月入るまではアベレージも3割近かったんですが、9月70打数6安打と当たりが一気に止まってしまって、そのせいでアベレージなどの指標が急降下してしまったのが少々新人王争いに響いてきそうですね。ただそうは言っても、8月までのバッティングですとか守備の良さ、それからチームがポストシーズンに進んだことはロバートにとってプラスの評価となると思いますし、ルイスと並んで票が伸びてくる選手なのかなと個人的には考えています。それから他の候補の選手も見ていきましょう。まずマリナーズのジャスタス・シェフィールド、今季 MLB でのプレー自体は3年目なんですが、ようやく先発投手として一皮むけた印象がありますね。直近7回の先発で6度のクオリティスタートを記録していますし、非常に今季安定感が増した印象がありますね。それからアストロズのクリスチャン・ハビア、アストロズローテーションの救世主とも言えるような存在として今季活躍していますが、ポストシーズンでもアストロズの投手陣を支える存在になるんじゃないのかなと考えています。続いてインディアンスのジェームス・カリンチャック、こちらリーフピッチャーですが、特に目立つのは奪三振の多さですよね。26回で50奪三振というのは非常に驚異的だと思いますし、インディアンスブルペンを支える一人へと成長したシーズンとなりましたね。他にもアスレチックスのショーン・マーフィーもいますが、こちらキャッチャーながら打率は2割3分台とあまり高くはないものの、出塁率は3割6分と非常に高く、
また7本のホームランも打ってますので、キャッチャーながらパンチ力があるのも魅力的な選手ですね。ルーキーながら地区優勝したチームのキャッチャーとして活躍したのは非常に評価されるんじゃないのかなと思いますね。あとはオリオールズのライアン・マウント・キャッスルも候補として名前が上がってくるかなと思っています。途中昇格ながらここまでの打撃成績は目を見張るものがありますし、チームの期待通りあるいはそれ以上のパフォーマンスをここまで見せているかなと思います。すでにオリオールズのクリーンアップを任されていますし、チームの期待というのも非常に高い選手ですね。なので先ほど紹介したルイス、ロバートとこの5人の選手も候補として名前が上がってくると思いますが、ただフルシーズンでの活躍というところも含めますと、おそらくルイスとロバートの争いになってくるんじゃないのかなと個人的には考えていますが、実際の投票でどうなるか非常に楽しみですね。では続いてナショナルリーグを見ていきたいと思いますが、ナショナルリーグの筆頭候補として名前が上がっているのはパドレスのジェイク・クロネンワースですね。おそらく今季の MLB を見渡しても最大のサプライズの一人と言ってもいいような、そんな存在の選手ですが、オフにタンパベイレイズからエメリオ・パガンのトレードで一緒に加入しまして、マイナー時代はバッティングとかよりもどちらかというと二刀流をやっていたことが注目されていた選手ですね。また昨年行われたプレミア12でも来日しましたので、それで名前を知っていたという方もいらっしゃるんじゃないのかなと思います。ただ今季初めての MLB の昇格となったんですが、予想外にバッティングは良くてですね、特に開幕直後にホズマーが体調不良で離脱した際にチームの予想を上回るペースで打ちまくりまして、でホズマーが復帰してからはセカンドのレギュラーを見事に勝ち取りまして、ここまで OPS も9割近い成績を残していますので、パドレス打線非常に強力ですが、その打線を語る上でもこのクロネンワースの存在は外せないんじゃないのかなと思いますね。現状ナショナルリーグの筆頭候補だと個人的には考えていますが、9月に少々打撃が失速してしまいましたので、それが新人王投票にどう響いてくるかが焦点となってきそうですね。続いて2人目はブルワーズのデビン・ウィリアムスですね。こちらは今季 MLB の中で最も衝撃を与えたリーフピッチャーなのかなと個人的には思いますね。特に奪三振数の多さがとんでもないことになってますよね。奪三振率に換算するとなんと18を超えていると。いくらリーフピッチャーとはいえこの数字は驚異的と言わざるを得ませんし、それを支えているのがウィリアムスのチェンジアップですね。おそらくウィリアムスのチェンジアップは現在 MLB の変化球の中で最も打たれていない球だと思われますし、実際今季59打数でたったの1安打しか打たれていないんですね。チェンジアップの空振り率は 60% を超えていまして、もはやこれは魔球の域ですね。こんなピッチャーがセットアッパーをやっていて、でしかもクローザーにはこれまた三振の多いジョシュ・ヘイダーがいるブルワーズ、とんでもないブルペンを持ってますね。個人的にはインパクトだけならルーキーの中でもトップだと考えているんですが、ただセットアッパーという役割がもしかしたら票が伸び悩む要因となってしまうのかなというところが少し懸念点ですね。ただこれだけ圧倒的な成績を残していますので、セットアッパーという役割を無視しても新人王の上位候補には入ってくるんじゃないのかなと考えています。続いて3人目はドジャースのダスティン・メイですね。今季ドジャースは開幕投手クレイトン・カーショーの予定でしたが、カーショーが急遽先発を回避したため、このメイがサプライズで開幕投手となりましたね。突然の開幕投手でしたが、好投を見せましたし、その後もシーズンを通してドジャースのローテーションを守りましたし、防御率も2点台と、ルーキーとしては申し分ない活躍だったんじゃないのかなと個人的には考えています。ルーキーの中でもトップクラスの52回を投げたという点も評価の対象になるかと思います。ただプロスペクト時代に期待されていた奪三振がメジャーではあまり伸びていないというところと、防御率が2点台とはいえ、FIP などの指標では、少々運に恵まれていた可能性も示唆されていますので、こういったところを記者たちがどう評価するかが彼の新人王投票に影響してきそうですね。そしてその他の候補も見ていきましょう。まずドジャースのトニー・ゴンソリン、こちら投球回はメイほどはないんですが、40回3分の2で防御率も1点台、非常に安定していましたよね。それからマーリンズのシクスト・サンチェス、今季マーリンズは2003年以来のプレーオフ進出を決めましたが、その中でサンチェスが今季昇格して先発ローテーションの中で一定の活躍を見せたというのも非常に大きかったですね。直近2先発で打ち込まれなければ、もしかしたら新人王候補上位に上がってくる可能性もあったかもしれませんね。それからフィリーズのアレックボーム、昇格してからのバッティングは非常に良いものがありますし、実際3割3分を超えるアベレージと、ホームランもここまで4本記録していますので、新人王の候補には間違いなく上がってくるんじゃないのかなと考えています。他にもブレイブスのイアン・アンダーソン、8月の終わりにデビューしたので、実際に新人王を受賞するかはかなり難しいところがあるとは思いますが、デビュー戦のヤンキース戦でいきなり6回途中までノーヒットピッチングを見せたりと、故障者が続出しているブレイブスのローテーションにとって非常に貴重な存在となっていますよね。あとは少々地味な存在ではありますが、メッツのアンドレス・ジメネスもここまで頑張ってますよね。何か突出した成績を残しているわけではないんですが、打撃も守備もどちらもルーキーとしてよく頑張っている方だと思いますので、ほぼシーズンを通してこういった活躍を見せたというところは評価されるのかなと考えています。
ということで、ここまで新人王候補の選手たちをご紹介してきましたが、もしかしたら私が入れるのを忘れてしまった選手いるかもしれないんですが、このあたりがやはり候補として上がってくるんじゃないのかなと考えています。個人的には予想ではありますが、アメリカンリーグはカイル・ルイス、そしてナショナルリーグはジェイク・クロネンワースが受賞するんじゃないのかなと個人的には考えているんですが、皆さんの新人王予想をぜひですねコメント欄でも聞かせてください。新人王の発表はおそらく11月になるかと思いますが、最終的に誰が新人王を受賞するか注目ですね。ということで、今回の動画は以上としたいと思います。今後もですね MLB に関する動画を上げていきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。